はいどうも皆様こんにちは、グリードです。ついにね、BO4 にまた大型アップデート来ましたね。ニュークタウンが追加されたんですけど、それ以外に本当武器の細かい調整だったりとかも入ってるんですが、まあ全部は紹介できないので、今日はね、僕がマジかと思ったものを紹介しようと思います。で、ソードフィッシュ、タクティカルライフルのソードフィッシュがまさかのまさかの強化でして、もともとすんごい強かったんですけど、まさかの大幅強化で、内容がこのバースト間隔が短くなったのと、 ADS 時覗いてる時の揺れが減ったっていう、パッチですね。で、バースト間隔が短くなったことに関しては、そのオペレーションモッド、ソードフィッシュのモッドをつけた5点バーストになるあれに関しては適用されてない。なので、このモッドをつけない通常時だけバースト間隔が短くなってるっていう感じですね。はい、というわけでやっていきたいと思います。アーセナルのハードポイントかな。僕今作の、そうだな、マップ、アーセナルが一番好きかもしれないな。アーセナルハープ一番、なんかバランスいい気がしてきたね。最初はこのセンターのエリアの入り口が、ここがね、狭いから微妙かなって思ってたんですけど、そんな気にならないな。さあ左から、ウィー、この連射なんかね、使ってて、こうすごく M8、 BO シリーズの M8 に近くなった気がするんだよね、使い心地。まあ、ストックはないんだけどね、そのまだというか、ストックはないから M8 みたいな横移動の速さはないんだけど、後ろ大丈夫、おお、あ、そう、マスクつけたからね、ナインパン全然痛くない。で、そこを開けといてグレー投げる。ああ、ちょっとくじいちゃったさあ、ダクトも来てるし、ちょっと押してみるか。敵の動きがすごい遅いね。どっち来るだろう、待ってんのかな。ちょっと待ってるかもしれないんで、こっちも慎重に行こうか。パックディプロイ耐えてる、ネクストに。さあ、ぐるっとこっちの方がリス近いんで回りましょう。まずは回って、そこ見ていない。うわ、2丁持ちだ。ちょっとここ登れるんで、この上めちゃくちゃ強いですよ。よし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 。で、味方は後ろばきしてるね。リスポーンは良さそう。で、ちょっとヘルストで敵の位置も見ちゃおう、これで。え、なんか全然映ってない。一人だけしか出なかった。OK。さあ、8発しかないな。おーっと、後ろいたぞ、今。これ、真下いるね。まさか登ってくる？そんなことはなかった。で、この人の弾もらおうか。なんか微妙な武器しかないな、さっきから。この先来てるから、あー、なんか登っちゃったー、間違えて。まあまあ、さっき、ちょっと待って、この部屋すごい静かなんだけど、何？なんか敵、一切やる気を感じないんだけど、どうなってんだ？え？なんか銃声も聞こえないし、全然。なにこれや。戦うという意志を感じられない。あ、落ち。味方がロケランで壊してくれたかな。そうだね。お、おったんか。おっと、ファイアブレイクがいる、どっかに。やばいな、この試合。敵さん、やる気出してくれ。おう。ちょっとやられて、まあ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 、そんな時もあるさ。入って、あのガーディアンの置き方やばいぞ。階段も来るかもね、やっぱり。まだ階段来るよ、これ。やばい、センターと正面とまずいな、俺は。見る場所が多いね。あ、ローテか、次のエリアにローテーション。いやー、これは強くなっちゃったじゃないの。さあ、スペシャリストあるから、この辺には狭いっすからね。ウィーやってく。さあ、使っていこっか。お、近くにいるね。オッケー、ダブルキルからのトリプルからの4枚抜きからのヘリ呼んで、ちょっと上がろっか。ウォーマシーン切れちゃうから早めに。お、センターほとんど行ったね。ポンポン。敵の9番、しかし私はタクティカルマスクをつけているので全然痛くも痒くもない。ほんと、T
ティーマスついに強化来たの本当嬉しいな。オッケーオッケーオッケー、いい感じよ。さあ、これはなんだ、今僕何言った、あ、ストライクチームか。いやーでも、あ、今日スカベンジャーつけてない、弾がなくなっちゃうな。せっかくレインボーカラーにしてるから、レインボーじゃない、ダイヤメーサーにしてるから、電ケルしたら色変わ、あくっついちゃった。うわ、ロケランカー落ちてるの、あと8発しかないね。あー、ハンドガンのみになってしまった。まずは外周に行くでしょ、この先にいるな。マドックス落ちてる、敵がファイヤーブレイクで中入ってるので一旦距離取る、もう大丈夫かな、ナイス。お、これダークマターじゃんこれ、おお、いやー欲しいな早く。今もうすぐメイン武器が終わりそうなんで、次はねハンドガンとかそういうサブ系なんですけど、いやー楽しみだな、早くゲットしたいな。敵がこっちから湧いてきたってことは、いるねこの先2人、リロードしないでいこうかな。でセンター天井開いてるんで、これ通しちゃいます。映ってないけど当たると思う。 OKOKOK、 いいぞいいぞ、えさあ行くぞ、ストライクチームやってくれた、ナイス。ふう、ごめんなさい、ちょっと今日ね、まあ、今撮ってる時間朝の5時なんで、まあ声が疲れてるっていうかテンション低いな今日、やばいやばいやばい、元気よくやらんと。 OKOK、 ストライクチーム、あーこれなんか嫌な予感してきたぞ、大丈夫か、これマドックス動画になんないか、せっかく今日は、おお、トゲ生えてる、かっこいい、そんなこと言ってるわけじゃないけど、トゲ生えてるぞ、トゲトゲトゲ、かっこいい、中肉性な、でもそこがいいんだよな、ダークマタって。いや、いいねこれ、なんだっけ、どれくらいで紫色になるんだっけ、確か紫色、あの今までの CO3 にあったやつにダークマタに変わるはずなんだけど、何キロだったかな。でも弾がまたないな、今日スカベンジャーしてくればよかった、ミスったこれ、絶対ミスった。ダークマターの人どこですか、弾回収できないね、ちょっとダークマターの取っとこう。さあ奥見て、 OK、 さあちょっと一回広がろっか、こうやってそこに決めぐれ、当たってる当たってる、外周かな、来週も見えないな。次のエリアね、どうしよう、こっちから押しても結構良いんだよね。おっ、オッケーオッケー、いい感じよ。あ、ダークマターない、ないね、ダークマターないね、ダークマターがない、誰が持ってたんだろう、おっと、ふんふん、残念だったね。よし、ここから爆撃だ、当たってる当たってる、でヘルストーム、ファイン、ドーン、おっと、あと1キルでヘリじゃないかな、敵がタックディプロイ焚いてる、どうするこれ、味方が前にいないから、 OK ヘリ出た、で一旦上がってこう決め打ち、やばい、かぶってくれ頼む、ダブルキル、でかい、正面正面いないね。で、これ出して、ヘリも出して、ヘリは呼べないのか。味方のスナイパーヘリが出てるっぽいですね。よしよしよし。くそ。深夜5時にやってからさすがに頭痛くなってきたぞ。一旦引いてからの。やばーい、これは引いて、引いたと見せかけて9番か。しかし、俺はマスクつけてるから、痛くも痒くもない。まだヘリが呼べない。で、次のエリアね、実は、こっちの方がいいんで、ぐるっと回ります、まず。ウヒーウヒーウヒー、おっ、ガーディアンか。ガーディアンも弱くなったんだよね。あっ、あっ、あっ、おお、生えてますね。あれ違うな。
違う。くそ、弾がない全部。ハデスしかないのか、残念。さあ、あともうここ終わっちゃうから詰めよっかな。ハデスしかないのか。でも、アナイアレート持ってるぞ、この人。危ねえ。ヘルスト。あと数点じゃないかな。多分このエリアで終わりますね。やっちゃって。で、最横にいたの。見えてるぞ。ナイス。オッケー。69キル3。結構連続キルできたんじゃないかな。ちょっと、見てみましょうか。お、アンストッパブルが達成してるんで、まあ武器だけで30キル以上はもうしてるっぽいですね。まあ、キルスト含めたらどれくらいかな、ちょっと後でシャートで確認してみたいと思います。というわけで、今日の動画楽しんでいただけたら、ぜひグッドボタンとお願いします。お疲れ様です。Drinking too young, way too much fun out